あれ？ティオ？ティオ？ロイドさん。珍しいな、声をかけるまでティオが気づかないなんて。そうですね。明日の準備一通り済ませたよ。万全とは言えないけど、他のみんなの大変さを考えたらこれが精一杯だと思う。はい、キーヤや課長たちと会うためにも頑張らないといけませんね。それにコッペも心配ですし。そうだな。そういえばヨナはミシュラム送りにされたけど、財団のロバーツ主任は今どうしてるんだろう。状況が状況だし、レマン自治州に帰ったのかな。いえ、どうやら主任は財団からの退去指示に応じなかったみたいです。マリアベルさんたちに奪われた動力ネットの状況をチェックするため市内に残っているみたいで。まあ、あの人のことですから、のらりくらりと追及を免れているとは思いますが。そっか、ちょっと心配だな。はい、ちょっとだけですが。ロイドさん、相談乗ってくれますか？ああ、もちろん。ひょっとしてさっき見ていた手紙のことか？気づいていましたか。昨日アッバスさんのルートで私に届けられた手紙、共和国のアルタイル市に来ている私の両親からのものです。え、それじゃあレミフェリアからわざわざティオに会いに？はい、クロスベルが独立してから手紙や通信による連絡も取れず、財団からの情報を頼りに国境の町まで来ているそうです。現在貨物以外の行き来は完全に制限されてしまっているので足止めされているみたいですが。そうか、だったら話は早い。この船でアルタイル市まで。必要ないです。すでに私が無事という情報は同じルートで伝えてもらいました。それに今会ったら心が乱れて明日に支障があるかもしれません。でもそんな顔をしないでください。この事件が解決したら両親には必ず会うつもりです。ロイドさんのおかげで少し里心が出てきましたし。え、みんな離れ離れになって不安で寂しくて、ロイドさんが指名手配されたと聞いて心配で胸を締め付けられて本当に嬉しかったんです。ロイドさんとまた会うことができて。その時に思ったんです。はあ、私は生きているって。誰かを大切に思うことで人と人の間にちゃんとあるって。どう生きたらいいのか、どうして生きているのか。3年前ガイさんに聞こうとした質問の答えが分かった気がしました。ティオ。それからエリーさんやランディさんたちとまた会えて、みんなで一生懸命キーヤのためにここまで来て、そしてこの手紙を読んでまるで氷が溶けるみたいに素直な気持ちが湧いてきました。久しぶりにお父さんとお母さんに会いたいって。よかった、本当によかった。きっかけについてはちょっと照れくさいけど、でもティオがそう思えるようになったのは俺にとって何よりも嬉しいよ。ロイドさん、二つお願いがあります。聞いていただけませんか？ああ、何でも遠慮なく言ってみてくれ。その一つは頭を撫でてもらうのもすごく好きなんですが、さすがにこんな綺麗な夜には少し子供っぽすぎる気がします。そういうもんかって。確かに俺も兄貴やランディにされたら子供扱いされてる気分になったな。
それじゃ。ティオ。その再会した時、走って抱きついたらちょっと痛そうにしていたので、これなら大丈夫ですよね。ああ。あったかいです。エリーさんみたいに抱き心地が良くないのは申し訳ないですけど。いや、これはこれで。っていうか、やばいな。ティオの甘い匂いが、じゃなくて。で、もう一つのお願いは、こうなったらとことん付き合わせてもらうぞ。はい。もう一つは、なんとか事件が一段落して、両親がクロスベルに来られたら一緒に会ってほしいんです。ああ、もちろんさ。一度挨拶したいと思ってたし。でも、そんなの言われるまでもないと思うけど。いえ、ただの挨拶ではなく、私がクロスベルに残る理由を分かりやすく説明したいんです。そうでないと二人とも納得してくれないでしょうから。みんながいて、ミッシーもいて、動力ネットもあるクロスベルが大好きというのもありますが、それ以上にどう生きたらいいか、どうして生きているのか、その答えをくれた大切な人のそばでこれからも暮らしていきたい、そう伝えようと思っています。ちょっと待った。それじゃあまるで。なんでもって言いましたよね。ああ、もう、わかった。無事、事件が一段落したら、一緒に挨拶させてもらうよ。はあ、今からなんとか、言い訳を考えとかなきゃな。頑張ってください。